今日行われたボディビル大会に出場してきました。今日僕が出場したカテゴリーはですね、65キロ以下級という体重別のカテゴリーで、前日計量で体重を測った時はですね、僕は65キロちょうどだったんですね。で、減量する前の体重は78キロぐらいでしたので、約13キロの減量になったわけなんですけども、ちなみに減量する前の体はこんな感じの体をしていました。13キロの体重差で、ここもですね、体の見た目が変わるのかと思うと、本当にボディビルって面白い競技だなっていうふうに改めて思いました。で、今日はですね、朝からカーブアップで、炭水化物をですね、たくさん入れたものですから、大会の時はですね、しっかりと筋肉も張って、パンプアップもですね、しっかりと行うことができたと思うんですけども、大会が終わってからですね、ちょっと家族で、ステーキを食べに行ったんですけども、でその食べた食事のおかげで、今はですね、体はパンパンに張っていて、今日が多分、一番、カットと張りが、出てる状態なんじゃないかなというふうに思います。で、コンテストの結果なんですけども、その僕が出場した65キロ以下級というカテゴリーで、優勝することができました。コンテスト前に出した動画にはですね、本当にたくさんの方から応援のメッセージをいただいて、そのメッセージはですね、僕大会行く前にちょっと見させていただいたんですけども、本当にですね、僕の力になったというふうに感じていて、あと会場の方にもですね、たくさんの方に応援に来ていただいて、そんな皆さんの声がですね、本当に力になったと感じています。ありがとうございました。で、今日のそのコンテストのですね、動画だったり写真っていうのはまだ僕は見てないんですけども、もし何かですね、アップできそうなものがあれば、このチャンネルだったり、おすじむチャンネルの方でですね、アップさせていただきたいと思います。あと、今日撮ったこの動画の方もですね、コンテストの減量の経過を撮影したビフォーアフター動画がありますので、そちらの方に、素材として使って、またそれはですね、後日アップしてみたいと思います。ということで今日はですね、取り急ぎ、ボディビルコンテストの結果をご報告させていただきました。改めてですね、今日のコンテストに向けてさせてくださった方たちに、本当に感謝しています。ありがとうございました。